お疲れ様です。失礼いたします。今回はですね、ですね、安全ピン、セーフティーピンですかね、のものを紹介していきたいと思っております。ですね、今回はですね、ストップライトの、安全ピンですかね、ご紹介できたらいいなと思いまして動画を上げてみました。今ちょっとリーバイスのジャケットにまあつけてるんですけども、ですね、帽子とかハットとかの帽子とかにもつけておりましたし、ウエットチェーンとかにも通してつけておりました。でですね、今こうやってGジャンの、ポケットに刺して使ってるんですけども、よく使っておりまして、まあ、傷とかもちょっとあるんですけども、大事に使っております。でですね、目にはアメジストですねの石が入っております。ですね、やっぱりね、そのジャケットとかにつけたいという思いと、まあ、いろいろ使い道があるのかなと思いまして、オーダーしていただきまして、作っていただきました。でですね、本当面白くて使ってるんですけども、こちらね、本当ゴールドもあるんですけども、こちらシルバーですね。そうですね、懐かしいですね。何かその洋服にあたって何かつけれるアイテムとして何か欲しいなと思いまして、安全ピンの方を買わせていただきました。でですね、ピンはね、ピンズですかね、ほんと好きで、いろいろと集めておりまして、例えばそのそうですね、スーツのとこにのとこにもつけたいものもありましたし、本当おしゃれの一部としての洋服の一部として、ちょっと存在感を与えるためのワンポイントとしての、になればいいなと思いまして、よく使ってはおりました。でですね、現在はですね、春とか秋とかぐらいにしかつけてないんですけども、時たまつけております。そうですね、もう本当その時の時期ですかね、もう春と秋ぐらいですかね、そういう時にしか使ってはなかったと思っております。でですね、またですね、この、そうですね、なんかピンズのなんかそういう風なものをご紹介できればいいなと思っておりますので、今回はですね、ストップライトの、セーフティーピン、安全ピンですか、をご紹介いたしました。でですね、またですね、何かそういった動画上げれたらいいなと思っておりますので、また気軽に見ていただけたら幸いです。そうですね、懐かしいですね。本当最初見た時は衝撃的でした。ですね、そしたらですね、今日も一日ご苦労様でした。また気軽に見ていただけたら幸いです。今日のところは失礼いたします。本当にご苦労様でした。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。